おはようございます。川添のさんです。はい、今日はですね、キュウリの通路に藁を敷いていきました。ロール状になっている藁じゃなくて、四角に圧縮している藁だったので、少し振るときに苦労したんですけど、はい、なんとかばらけるように振れたんじゃないかなと思います。で、去年は全面マルチだったんですけど、まあ、やっぱりマルチよりかは藁の方が病気の出が少ないと聞くことがあって、それから通気性がね、全面マルチしてしまうと根っこが何だろう、呼吸できなくなるっていうか、まあそんな感じがしたので、今回は通気性がいいように下は肥料をまいて追肥をした後の状態なんですけど、こっちの方がね、生育的にもいいのかなと思って今年は藁を選んでみました。で、コスト的にはマルチと一緒くらいかな。全面マルチをするのと藁をするのってほぼコストは一緒くらいじゃないかなと思います。はい。で、前に農家さんに聞いた時はうどんこ病がね、こっちの方が出にくくなるとか聞いたことがあるんですけど、それからね、水がポタンポタン上から落ちてきた時に水が跳ねて葉っぱとかについてしまうと、そこから病気が入ったりすることがあるんですけど、マルチの場合ね、水とかが落ちても泥が跳ねることがなくて、藁がね、吸収してくれるので、はい、まあそういった意味でも藁の方が栽培、まあキュウリには適してるんじゃないかなと思います。まだね、今年初めて藁を敷いたのでどうなるか分かんないんですけど、前キュウリの研修とかね、会社に行ってた時も藁とか引いてたり、農家さんのところに手伝い行ってた時も藁とか引いてたりしてたので、はい、とりあえず今年は全部引いてみました。ただ欠点としたら、藁はね、ずっと台車とかで歩んでいくとどんどん沈んでいくんですよね。はい、土の中に吸収されていくので、藁がね、少なくなっていくというか、いつの間にかね、消えちゃってるっていうことがあるんですけど、そういった意味で少し藁を取っておくといいかもしれないです。土が見えるところにまた改めて散布できるように少し保存しておくっていうことがいいかもしれないですね。それからあとダニ、最初ね、やっぱりダニがついてる恐れがあるので、ダニの予防をしっかりした方がいいかもしれないです。はい、うちもダニの予防をしたので、ダニがキュウリにつくとまた別の病気になったりすることがあるので、そこは注意が必要かなと思います。はい、まあ、でもね、柵が終わった後にこの藁ごと肥料に、元肥に次のキュウリ栽培になるので、マルチは片付けないといけないんですけど、これは肥料になるので、そういった面では結構いいのかなと思います。土がね、また一緒に藁をかくことによってふかふかになっていくので、はい、まあメリットの方がね、大きいとは思うんですけど、はい、まあ僕よりね、全然ベテランのキュウリ農家さんとか視聴者の方とかいると思うんで、また僕自身も学びながら栽培していきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。